磯釣りシーズンが開幕を告げた。多くの磯師が夢のサイズを求めて磯に渡る。野生味あふれるフィールドで狙いの魚と相対する。京都在住の平間拓也さん、ジャパンカップを2度制覇している磯の名手。平間さんが漁協暮れを追ったのは愛媛県の西に広がる宇和海の磯。名手は心躍るフィールドで今シーズンを占う。出るか漁協暮れ。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。愛媛県宇和海、グレの魚影がすこぶる濃く、さまざまな形状の磯が揃う。白々と夜が明け始める5時出船。四国本土からおよそ1時間で名所を揃う日振島周辺に到着。潮が完全にたるんでるな。アコバナか。船長おすすめの磯だが、静かなポイントだ。まあ、ご覧の通りね、今日はナギなんですけど、比較的ナギが多いエリアなんですよね。で、こうちょっと養殖のね施設なんかもあって、一見えっていうような感じのね雰囲気なんですけどね、こう抜けてくる水、あの潮とか急に動き出すとか、ほんの少しの変化とかでこう魚の動きが変わるような場所なので、時期的なものもあるので、今まだね、10月なので、しかもまだまだ中旬ぐらいなんでね、時期的にだいぶ早いので、チャンスはあるでしょうけど、そんな簡単に訪れるもんじゃないと思うんで、少ないチャンスを生かしてっていう感じでしょうね。とりあえずデクサルで、ちょっと操作性が高い方が攻めやすいと思うんでね。最初は早速準備に入るが、海の中が気になる。うわっ進めない、すげえ厳しくなるんだろうな。おそらくこの様子なんで、仕掛け入れてこうのんびり当たりを待ってるようなこう時間がないと思うんですよね。おそらく手返しこそ命みたいな釣りに、しばらくは潮が変わらない限りなると思うので、競技会の予選会みたいな感じの手返しの速さになりますね。漁協狙いには水温がまだまだ高いと見ていた。
小型が多く我慢の展開になりそうだ。棚を変え探る。ちょっとサイズ上がってきたぞ。これはたくさん釣れますね、やっぱりね。しばらくして海の状況が変わった。平和さんはどう見るか。いつの間にかちょっと泡がね、いっぱい溜まってたんですけど、全部なくなってるんで、流木とかもいっぱいこう浮いてて、雰囲気的には良くない感じのに見えたんですけど、今もうなくなりましたね。綺麗に水が動いた証拠ですね。このね、テクニウムのスットブレーキ搭載モデルですよね。これの最大の魅力、やっぱり何といっても逆転時、ラインをリリースするときですね、送り出すときにローターだけが回ってハンドルが回らない。もちろん僕自身も一番スットブレーキ搭載モデルに助けられてるのはやり取りのときなんですけど、それだけじゃないんですよね。晴天方向に巻いたら惰性で巻くこともできる。もちろんこの惰性で巻くときにはライン負荷ですね、このラインとか仕掛けの重さが乗ってるだけで全然動かないですよね。ほんの少しのテンションで止まるようになるので、仕掛けを通さず空の状態で巻いてるほどすごく簡単に惰性でこう回り続けちゃうようなことは全くないですから。使っていて心地よい道具は釣技のレベルアップには欠かせない。どうだ、ちょっと今まで一番いい魚ですね。ね、まもなく潮止まりを迎える。少しでも流れを求めて平和さんは磯替えを選択。続いても一級磯と名高いポイントへ。島の先端、海に突き出しているため磯を取り囲むように潮が流れる。シーズン初期も初期の今、この流れの中がどうかって分かりますよね。やってみます。入るなあ。そこの鏡か、あれで入っちゃうか。入ってますね。おお、手前の流れからではなく沖に直接投入してみる。一頭一頭コンセプトを持って探る。いい当たりやけどな。ちょっとマシかな。もう棚がありますね、ハエネがね。よし、ちょっと棚に入れてあげます。おお、口太ですね。30センチ級の量刑、狙いは沖の流れに絞られた。
痩せてんなお腹。サンキュー。しかし流れが徐々に弱まってきた。そこで平和さんは別の方法で磯を楽しむ。ちょっと休憩をして餌を作り直してラスト吹かせよっていうタイミングなんですけど、潮も今緩みかけてるところでちょっとバシャッとやったんで投げたいと思います。せっかくの磯なんでね、持ってないとねドキドキできないんですけど、指加えて見ることになるんですけど、持ってればドキドキしますから。俺持ってるとやれるとね。でもこれかけたら大変でしょうね、浅いから。いきます。来た。あ、バレたバレた。今見えたね、見えたね、光。よっしゃ、来た、来たぞ。うおー、ナイスジャンプ。勝った。うえい、うわ、しまった。かー、平続きでしたね、平続きでしたね。喜びすぎてですね。いや、楽しかった。いやでも面白いなこれ。気分転換にもいいですね。いや、いいと思いますよ、ね、だってへこんでこうダラダラ喋ってるよりはね、こういう事件があった方が、まあ取れませんでしたけど、あの全然いいと思うんですけどね。よし、潮が動き出したタイミングで吹かせ釣り再開。ちょっとサイズアップしたか、俺。京一、ちょっとサイズアップ。お、ちょっと違いますね、体型が。いい感じになってますね。夕方のっていうのもあって、今からじゃないですかね、短時間集中して。再び動き出した流れの中に両系口太グレ。ここまでの流れを平和さんは予想して釣りを展開していた。梅雨からその夏、それから秋ねの入り口とかにかけてはやっぱり降水量なんで、どうしてもその朝だったりで日が落ちる前だったり、やっぱりその降量が少ない時にその両方の活性が上がりやすい季節なので、こうやって夕方になってサイズが上がってくるってことは、まだまだ水温高いぞと。手前からね、綺麗に流していきたいんですけどね、小型のグレが相当な数なので、良きところに綺麗に入らないですね。入るまでにヒットしてくれるので、しっかり投げていきます。どうだ、うん、来たか。ちょっといいやつ、これ根の上ですね、無理に行かないようにします。うわぁ、やばい。
いいサイズ、いいサイズ来たぞ。やっと会えたか。そろそろそろ帰り帰り、あざす。来た。チャレットチャレット、よーし来い、よーし来た、よーし来た、おー、いい時間帯、いい魚、おはー来ました。はい、ポテンシャルありますね。しびれた。おー、いいですね。改めてこうやって持つと重量感があります。40は楽にある魚でした。通りで重たいわけだ。というわけで、ね、時間かけて追ってきただけの価値がある君内に来ました。ありがとうございます。ゆっくりするとです。45センチオーバー。チャンスタイムを逃さず狙い通りに仕留めた納得の一枚。突然ね、サイズアップしすぎですよね。順番に来てくれたら体もね、こう対応、頭も対応しやすいんですけど、自分がこう慌ててる時にこの今のデクストラだったらバットパワー十分なんで、それを信じてしっかりバットをね曲げて、パラパワー中の R でつなぎ、こうしっかりつながってるので、ここはかなり胴に乗せて乗った状態でこう溜めれる力が前作より増してるっていう部分があるので、それでスッとで小出しにしながら、やばい時にちょっとだけ行きづらいテンションで角度でをキープしながら、ずっとしっかりスタミナを奪っていけるっていうところで取り込めたので、やっぱり慌てる時もね、慌ててる時も助けてくれる部分があるっていうのは、僕はすごく今助かりましたよね。はい、いい流れがまだある。起き上がりまでもう少し、チョーカーアップを目指す。そこだ、そこ、よし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 、トレイ、どうだ、もうしっかり立てます。沖が浅いので。これもいいっすよね。ほら。ほ。取り込みやすい角度に、危ない、棚のとこですね、やっぱり棚のとこだけは暴れるんで、しょいで、おっしゃ、あー、いいですね。2枚目、これも40クラスですね。ね、潮の中で当たるからいい当たりですよ。で、手返し、ね、ずっと手返しの打って打っての釣りから急に変わって、釣り方も狙い方しっかり変えて出ますよね。やっぱりまだこれから太っていくっていう、これ11月12月楽しみなんじゃないですかね。この時期でこれなんで、ラストも40オーバー、最高の釣り初日となった。
想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。2日目も天候に恵まれた。山の葉の朝日が好調かの兆しか。太陽上がって気持ちいいですね。めっちゃ船長のおすすめもあって、同じ空上がりましたけどね、昨日とね。でも見ての通り流れが、昨日も同じ方向は方向でしたけど全然スピードが違いますよね。タックルもね、ちょっとワンサイズ上げてデクストあるからデリンジャーに持ち替えて 1.5 の 5m で操作性重視ながらも、昨日よりはパワー系に持ち替えてやってみました。グレに主導権を渡さない構え。この磯の流れに潜むグレの気配は昨日経験済み。自信を持って沖の流れを攻める。流針が右側から太陽に向かってドーンと行くんですけど、この正面は引かれ潮なんですよね。こっちの流れに対してこう引っ張られて、こう巻きながら当てながら引っ張られて、そこに吸い込まれて流れていくので、今は流針よりも引かれ潮側から仕掛けを入れて流れに乗せてっていう感じの流し方です。昨日よりも流れが強い時間帯、期待が膨らむ。おほ、こういう時にもう今根のキワキワなんですけど、ちょっとだけでも角度変えれるからですね、早くストア。よしよし、両肩ですね、両肩。ほら綺麗だ、流れの一番強いところですね。もともとライン出てるんですけどね、パラ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 ってやつですね。これの流れの中のグレ釣りっていう感じでよく聞くんです。また流れが合わさる箇所を見極め、棚を合わせ食わせた。思惑通りの量形グレ。その後も流れの中の釣りを展開し、満足の釣果を得た。こうなると平和さんは
昨日のバラシの答えを出したくなる。ちょっと投げます、ちょっと投げてみます。いきます。この磯の周りに潜んでいるヒラスズキ、姿を見ているだけにやはり手にしたい。あった、来た、来たぞ。ほら、うおーい、かー、おい、うほっ、ねえ、おっしゃー、ボーダレスです。よっしゃー、ありがとう。いい魚食ってくれましたね。やっぱり平すぎてかっこいい形してますよね。おー、ボーダレスシュット、まあ、330ですけどね、 WH ルアーつけて投げてまいただけでございます。で、この幸せの瞬間ですよね。いや、面白いありがとうございます。これやっぱりね、ぜひ遊んでもらいたいですね、いっぱいね。こんないい場所なんで、磯はこれです。迫力、ね、シーズンインすぐに満足できるサイズのグレに会えた。その上、日振島海域の豊かさにも触れることができた。最新のタックルで長技を磨き、磯の楽しさに触れてみよう。アクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボントープを X 状に巻き上げ、ねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。今回ですね、僕が使ったリール BBX セグニウムですねのスットブレーキタイプになります。逆転時ですね、逆転時にハンドルが回らない、要はラインを出す時にですね、突っ込まれてもうやばいっていう時に糸を出すわけなんですけども、その時に必ずハンドルがついて回ってたんですよね、ハンドルが。だから使われたことね、ある方は分かると思うんですけど、こうブルブルブルっていう振動があったはずなんです。これは魚が引く、そして糸が引っ張られる、で魚が泳ぎながら魚がハンドルを回してたんですよ、魚がですね。それが重心のブレによって大きく重たいところ軽いところがこう連続的にいって魚に違和感を与えてた。これを今回のスットブレーキタイプは解消して、ハンドルが回らない、ローターだけが回転する、だからハンドルの重さがかからないっていうことは、そのブレの重心、今まであった違和感を伝えてた重心のブレがないってことですね。で、釣り人側には体勢の立て直しが早いですね。糸出す時っていうのはもうやばい時なんで、これ以上いかれたら竿の角度がなくなって切られる、出しが重たいとブル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 振動違和感与える、しかも体勢と楽しが遅い。このストブレーキタイプになると、これまで以上に速く軽く出せるので、
立て直しが非常に早い。これまでやれなかったスピードで立てれる。実はこれ以外にも様々なところでね、利点が生まれてます。ちょっと仕掛けを触りたい、浮き下を変えたい、こう長い竿でこう垂らしてて、でちょっとだけ糸出したい、ほんの少しのテンションで出てくれるので、スッこのままブルブルブルってなってるところスッ、そしてあ垂らしすぎてるな、ちょっと結びづらいな、針が結びづらいな、餌つけづらいなっていう時にもスッ、しかもこれ漕いで巻けるっていう、これもスッとならではの動きがあるので、これまたここまで巻かないといけないところをこれだけの作業幅で済むわけですよね。ずっと必ず刺しをつけるっていう作業があったり、仕掛けを触るっていう作業がある、深瀬釣りなのですごいメリットとなって釣り人に帰ってきてくれると思いますよね。ファイヤーブラッドにですね、新たに3本登場しました。まずデクストラル、それからデリンジャー、サーベイヤーですね。まあ、デクストラルと、サーベイヤーはリニューアルですね。で新たに追加されたのがデリンジャー。まずデクストラルなんですけども、これは先上司側の、操作性重視っていうところなんですよね。でコンセプトとしてはこの1本で、日本中のほとんどのフィールドをカバーできるよっていうところで作られてるんですね。だ号数的には 1.3 の 5m。 大きな特徴 X ガイドですね。これ X ガイドっていうのは、3D の一体成形になってます。でこれまでと何が違うかっていうと、ガイドの大きさですよね。大きさが小さくなりました。小さくなって、そして軽くなってます。軽量化に成功してるんですね。まずこの穂先とのですね、竿との段差をさらに小さくすることによって、糸絡み、これまで以上に糸絡みが軽減されてます。繊細な穂先についているガイドが少し軽くなるだけでも大きなメリットが生まれるんですね。やっぱりさらについていく追従性、大きく動いてくれるとか追従性が増してくれるので、5メートル先の穂先の動きがさらに分かりやすくなる。さらにそこにパラオアチューン R を搭載して伝達ロスがないように、だ1番が曲がったらもう3番まで曲がり込もうとしてるような感じで、こう綺麗に弧を描いてる、寝かしてる、ちょっと突っ込まれ加減の時にでも力が伝わって吸収してっていう特性を兼ね備えているので、さらに幅広いシチュエーションで使えるようになってます。デリンジャーですね、これはこれまでになかったところです。新しく登場ですね。 1.5号の 5m、 この組み合わせがなかったんですよね。要は小回りの効くパワーロッド系っていうところになりますよね。強さでいうとちょうどファイアーブラッドの中にある、ダイブマスターハイドロスコープ、この間ぐらいだと思ってもらえればいいと思いますよね。全国的にいいシーズンに入ると両肩40オーバーが複数枚連れてくれる、時には連打するみたいなところではかなり使いやすい。もちろんこのデリンジャーにも X ガイドが搭載されてて、それでパラボラチューン R が入ってるっていうところになりますね。サーベイヤーです、これはですね、号数でいうところの 1.7 の 5.3m ですね。バットですね、バットパワーかけてもう走らせないっていうぐらいの、それだけのバットパワーがあるので、例えばマダイ狙いだったり、ちょっとした青物がかかってくる場所だったりね、で両肩のオナガなんかにも対応ができる、そういう少し大きめのでかい口太と少し大きめのいろんな魚と、戦える、それがサーベイヤーですね。そのサーベイヤーにさらにまた X ガイドを搭載させて、でパラバチュア R がついて、リニューアルというところです。新しいファイアーブラッド、それから BBX テクニウムですね、
これらを使ってですね、最先端の中で、夢の魚を追いながら楽しんでもらえればと思います。